はい、それではですね、早速書きながら説明をしていきます。はい。まずは、社ですね。はい、一画目。はい。1、2、3。二画目、右上がり、きつめです。はい、長くしないですね。はい、押さえて、斜めに押さえて、そして出力を保って、左に払ってきます。三画目は、はい、だんだん太くします。はい、四画目、あまりここは大きくしないですね。五画目、右上がりで反ります。はい、六画目は、一画目よりも下から止筆をし、縦にまっすぐ。はい、7画目、右上がりで伏せていきます。はい、作りの上下に余白が出るようにですね、書いていきます。はい、回ですね、1画目、左払い。はい、出力を保って伸び伸びと払っていきます。払う方向に気をつけます。2画目、少し縦気味に入り、止筆の位置少しずれてですね、下に行ってから、こう、下に、こうですね、下に太くします。そして一度で止めてから右に払っていきます。はい。この時、穂先はですね、角の上を通るようにですね、していってくださいね。はい。三画目、右上がりです。四画目、はい。右上がりで伏せます。はい。三画目との間隔は、意外と、狭いですね。五画目、左、はい、下ですね。転接、はい、深く入って右上がりでこう払い上げていきます。そして六画目、はい、ここちょっと大きめです。はい、押さえて、そして少し右下にずらすように、こうですね、書いていきます。はい、次は秩序の秩。一画目の左払いは横に払うようにしていきます。必要ことは保って左に。二画目、右上がり、はい、きつめに短くです。三画目は横角の右側に接していきます。はい、この位置。そして左払いは細いですね。細くて、はい、穂先を生かして、はい、筆を立てて、そして五画目もこれ大きくしません。はい、六画目です。はい、立てていきます。立てて払う。七画目、払ったところから止筆、そして右上がり。はい、8画目。はい。収筆の位置は、この7画目より、左なのかな？はい。あるいは同じぐらいでいいと思います。9画目。1画目の止筆の位置のところから止筆をし、立てて、はい。少し左に寄せていきましょう。で、これ、横から接したら左に払って。はい、右払い。縦気味に入り、ちょっと右にずらしてから右下に徐々に太くし、そしてここから右に払っていきます。はい、秩ですね。はい、序。はい、一画目。はい、1、2、3。はい、二画目は右上がりで伏せます。はい、三画目はこの二画目の止筆の下、ここですから徐々に太くして、左に伸び伸びと払っていきます。はい、四画目、右上がり、
一度に払って五角目は脂質深く抜いて押さえて内側に、そしてちょっと右にずらして、はい、まっすぐ下で、はい、ここ跳ねると前内側に入ってから跳ねていきます。